すごい綺麗。511号室です。さあ、行ってみましょう。このね、ミラタイプっていうのがね、やっぱいいですよね。でね、ちょうどね、西の方向に窓があって、なんとプールもついてます。ここね、めちゃくちゃ気に入ってます。リビングから行きます。こんな感じでね、ちょっとこうウッド調のね別荘に来た感じ、うん、なんかホテルっぽくないよ。コーヒーワンとネスプレッソ、ネスプレッソやったね。こんな感じですね。まあシンプルですよね、作りはね。気が差してるな。こんな感じですね。テレビも大きめですね。うん、まだね、オープンして間もないというかね、綺麗ですね。ちょっとテラスに出てみますか。プール付きですね。最高です。入られへんから。昨日ヒルトンやったからね。ヒルトンのね屋外プールは温水やったんですけどね、温水で気持ちよかったんですけどね。今回はねこれちょっとねまだ3月厳しいかな。おはようございます。朝食行きましょう。
やっぱしな。どうもジェニーです。今ね朝食食べ終わって帰ってるとこです。このねシーウッドの朝食ですけど、まあ結論から言うと美味しかったですね。うん、良かったです。沖縄の琉球ホテル&リゾーツととかも美味しいんですけど、あそこと同じぐらい美味しかったですね。特にねぜひおすすめしたいのが、これ美味しかったなというのがね、オムレツ。濃厚なチーズのね味とね、オムレツがこう卵がマッチしてね、めっちゃ美味しかったです。あとね宮古そばも個人的に好きでしょ。自分でちょっと10秒ほどこう湯がくんですよ、温めてね。だしがねやっぱ美味しいですよね。麺はちょっとこうなんかねちょっとしていまいちなんですけど、あとねスコーンとコーヒーもね意外と美味しかったですよ。オーガニックコーヒーで書いてましたね。あのボタンがね強く押さないと出ないんでね、バシンと強く押してください。僕ちょっと出ずに困りましたからね、しばらく。あと何が美味しかった？コーヒーとシューマイとエビシューマイと、こっちも美味しかったですね。ボロネーゼもね僕個人的にすごい好きでしたよ。美味しかったですね。ぜひ朝食ありで行きましょう。おー綺麗。